皆さんこんにちは。ちょミックスです。ハッピー村田です。はい、ミックスピー。3月19日何の日だと思いますか？3月19日、おーおー、来ましたね。319ですか。細工する日です。細工、そうです、ミュージックの日です。イエーイ。ということで、はい、ミュージックの日にちなんで、はい、アップワンクストアで扱っている、今流行っている完全ワイヤレスイヤホンの総選挙をやろうかなと思います。すごい流行ってますよね。皆さん、最近流行ってる完全にこうケーブルがついてない、もう独立した耳栓型のイヤホン、はいはいはい、完全ワイヤレスイヤホンの人気投票募ろう。人気投票、そして見事1位に輝いたワイヤレスイヤホンには、なるほど、公約があって、あ、それぞれに公約があって投票するんですね。1位に輝いたらその公約が実現されるという企画です。じゃあそれどんなのなのかっていうのを、あ、もうエントリー3つ。アップワンクストアの中でもかなり人気があるもので、はい、エントリーをしています。なるほど、はい、1つ目がこちらです。じゃイヤーイン、こちらなんですけれども、完全ワイヤレスイヤホンが出始めた、もう本当に初期の頃からある、もうなんていうんですか、草分け的存在のあのイヤホンです。で一応仕様だけ説明させていただきます。はい、イヤホンの本体のサイズが、はい、1.45cm×2cm、うん、で重量が、片方で 3.5g、 連続の再生時間、音楽の再生時間ですね、最大3時間。で、充電のケースがここであるんですけども、これを使うことで、まあ、もちろん連続ではないんですが、全て合計で、6時間の再生に対応しています。あ、これ自体も充電できるんですね。はい、でドライバーは、バランスドアマチュア型を積んでいます。でお値段が、26,784円で、対応するコーデックが、ね、SBC AAC アプト X っていう形です。コーデックってそもそも知ってます？コーデックなんか知ってますよ。いい感じにするんですよね。コーデックってのまあまあまあ、なコーデックに対応ってことですか？コーデックは全部対応してます。コーデックっていわゆる、例えば iPhone とその、はい、イヤホンを接続するこう音を圧縮して飛ばす方式なんですけど、はいはいはい、それが一般的な SBC って言われるもの、うん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 、これはどんな Bluetooth のワイヤレス機器にも搭載されてるんですが、はい、それよりも、AAC、iPhone とか iOS デバイスで使える AAC っていうものに対応しています。なるほど。あとは、Apt X っていう、すげえ高音質な、うん、一部のハイレゾのアンプだとか、一部の本当スマホに、搭載されているような高音質で飛ばすコーデックにも対応しているというモデルになります。なるほど。じゃあ、音はめっちゃいいってことですね。めっちゃいいです。ドライバー、バランスドアマチュア型っていう、まあドライバーなんですけど、なんていうんですかね、一般的にダイナミック型っていうドライバー積んでるものに比べて、低音とか音圧っていうのは正直結構劣るんですけども、はい、すごい繊細な表現だとかすごくクリアに聞こえるドライバーなんですね。なのでイヤモニとかに搭載されているようなことがすごく多いドライバーになってます。それ勉強になりますね。勉強になります。女性ボーカルとか、はい、ポップスとかジャズとかすごくクリアに聞きたいなっていう方にはすごくおすすめなものですね。いいな、もうね、ワイヤレスって聞くとやっぱね、ノイズとか遅延とか、はいはいはい、音質悪いんじゃないかってすごい思うんですよ。皆さんそう思われますよね。けどイヤーインの場合は今回ご紹介するものは全て、だいたいそれはそうです、高音質、そそうです、はい、です。で、はい、私がちょっとおすすめなのが使い勝手の良さ。イヤーインは使い勝手の良さが一番推したい。これBluetooth ってペアリングすることが必ず必要なんですけど、はい、ケースから取り出すだけで Bluetooth のペアリングが始まる、だからすごく普段使いしやすいんですね。一回ペアリングしとけばいいみたいな、そんな話ですか？そうです、そうです。なんで一回ペアリングだけしといてケースにしまったとしても、また取り出すだけでもうペアリングが始まる、iPhone とのペアリングが始まるっていう部分ではすごく使いやすいんじゃないかなと思います。はい、
そしてそれで公約、まあ、こっからが本題ですよね、まあ、イヤインが1位に輝いたら、投票で1位に輝いたら、はい、じゃん、数量限定で、セール行います。お、通常26,000円ぐらいするのがなんと21,384円で、買えるクーポンが、企画ページに登場しますっていう公約です。公約、はい、かつこれにあのイヤインに投票してくれたら抽選で1名様にイヤインが当たる。そうなんです、そうなんです、急にぶっこんできましたね急にぶっこんできましたね。そうなんです。じゃあ正直なところですよ、はい、買う気なくても投票していいってことですね。あ、絶対投票した方がお得です。しますよ僕。いや、ぜひ。これあのメーカーさんご協力のもとやっておりますので、まあ、メーカーさん本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。まあこれが第1、はい、2番、はい、エントリーナンバー2、エントリーナンバー2、こちらアポロ7。あ、これね、見ましたよ、この入れ物ケース。はい、特徴ありますよね。あります。こちらですね、仕様を説明すると、はい、はい、もしもし、はい、本体サイズが1.5センチ、ぐらいかける2.2センチで、片方の重量が4グラム、連続再生時間、音楽の再生が約3時間、で、ケース、充電ケース、これもついてますので、これを含んだ総再生時間が約、9時間、うん、で、こちらはですね、マイクを内蔵しています。お、でドライバーは、独自開発のマイクロドライバーで、対応コーデックも先ほど同じく SBC、AAC、AptX に対応しています。で、お値段39,830円。さっきより4万円近い。はい、おお、39,000。で、こちらの音質なんですけども、はい、正直私はかなり音質で言うと、これを押したいなと思ってます。なるほどね、とにかく低音の良さが本当に特徴です。低音がしっかりしてるんですけども、高音域とか中音域が潰れることなく、低音もしっかり聞こえるし、中音域とか高音域も潰れることなく、歪みのない音のすごい通った音がすごく聞こえるかなと思います。なるほどね、まあ、だからそれだけお値段もってことですね。だ、まあ、そうですね、僕の基本もう本当に疎いんで、はい、もう僕はいい音を聞きたかったら高いお金を出せばいいと思ってる人なんでまあただあれですよね、詳しい人に言わせれば僕ね、イヤホン詳しい友達がいたんですよ、はい、ちょっと脱線して申し訳ないんですけど、イヤホンおすすめあるって聞いたんですよ、うん、そしたら高音が聞きたいのみたいな、うん、低音がなんかクリアに聞きたいのみたいな言われて、ちょっと相談する相手間違えたなって思いますよちょっと その域の人に言ったなみたいな。まあでもそういうことなんでしょうね。極めてアポロ7に関しては音がいいっていうふうに言えます、はいはいはい、でこの商品の特徴っていうのが、はい、これ実は、防滴仕様になってます。防滴多少の雨だとか汗だとか、全然問題ないです、壊れないんだ。全然壊れないです。ナノコーティングをされていて、はい、その水にもすごく強くなっています。で、あとですね、スマホの操作が、ハンズフリーでできちゃいます。スマホの操作がね。はい。はい、イヤホン本体にボタンがついているので、例えばワンクリックとかダブルクリックとかで、なるほど。あ、通話が来たらポチで出れるみたいな。そうです。マイク内蔵しているのでハンズフリー通話もできる。スマホをわざわざ取り出すことなくできる。それはいいね。あ、それいいですね。だからイヤホンをしてるのにわざわざスマホ出して、ね、こう通話出るとかじゃなくてもじゃなくてみたいな。ない。できるのが曲の再生停止、スキップ、はい、また戻す、ボリュームのアップダウン、あとはSiriを起動することもできる。Siriもか。まあもちろんさっき言った電話に出ることもできる。Siri使えるってことは電話もかけれるってことだ。かけられます、ね。そういうことですよね。ピッとやって誰々さんに電話って言ったら。できます、できます。すごい。だから最近の人はなんか、すれ違う瞬間になんか喋ってたりするんですね。あれ多分イヤホンで向かって喋ってるんですよね。独り言かなと思ったら。たまにびっくりするやつ。たまにびっくりするやつですね。そういうことか。はい。はい、そして公約。公約いきましょう。こちらです。まあどこで。こちらもセールをやっちゃいます。通常だと4万円近いんですが、数量限定で35,847円。安い。で買えるクーポンが企画ページに出現します。
で、これも同じくアポロ7に投票してくれた方の中で1名様にアポロ7をプレゼントさせていただきます。これに投票しようかな。これはあのプレゼントに関しては1位にならなくてもあのプレゼント、なんかダブルキャンペーン的なそういうやつですね。そうです。なので投票しておいて損はないかな。じゃあもう1位になりそうなやつに投票するんじゃなくて、純粋に欲しいやつに投票すればいいってことですね。そうです。あーでもね、ほんとね、イヤホンって、まあ、まあさっきから何回も言うんですけど疎いんで、はい、もうこういうね、はい、セールとかじゃないと買わないんですよ。そのいいやつ、いくらいいやつって言われても、あのしかもこ完全ワイヤレスのイヤホンってほとんどセールしないんですよ。はいはいはい、はい、あのもちろんあの新しいっていうこともありますけど、はい、いやなるほどね、まあ、この機会にぜひっていう感じですね。本当ね、失敗したくないんで、もう知ってる人にめっちゃ聞くんですよ。はいはいはい、とりあえず、まあ、そういった意味ではアポロ7は本当いろんなジャンルの音楽にあの、うん、なるほど、幅広く使えるかなと思います。ああ、いいじゃないですか。続いて最後ですね。最後、最後はこちら、アリア2。あ、これ見たことないな。アリア1っていうあの完全ワイヤレスのイヤホンがあるんですけども、その次の世代アリア2最新バージョンですね。仕様を説明させていただくと、 2.4cm×3.2cm、 片方の重さが 6g、連続再生時間が、3時間で、ケース、含んだ再生時間が、なんと12時間。おで、これもマイクを内蔵しています。これも、はい、でドライバーはダイナミック型、お値段が 27,864 です、うんうん。でこれももちろんコーデックが SBC、AAC、ActX に対応しているというモデルになります。音質に関してはですね、割とバランスの取れている、高音も、低音も、はい、中音域もバランスの取れているようなあの印象を受ける、もまあ、音質ですね。で割、これに特徴的なのは、割作ってるドライバーを、中低音に、結構重きを置いていて、例えば私の印象だと、あとメタルとか、ブラックミュージックとか、あのドンドンドンという低音、はいはいはい、低音をしっかりこう聞いて体で感じてノリノリになりたいみたいな、そういった方には結構おすすめかなと思います。結構他のタイプに比べて何ですかね、形がしっかりしてるっていうか、ちょっとそうですね、形特徴的ですね。四角にこう耳に入れた時もちょっとこう、おしゃれな感じですね、はい、そうですね。実際あの私あのこのフラットファイブっていうブランドなんですけども、はい、あの香港の社長さんが来日された時にインタビューをさせてもらって、あのすごくあのデザイン性にもこだわりがあって、そうですよね、左右で色が違うんですよ。あ、え、このここにあるそのベージュとこのメタリックみたいなやつはこれでワンセットなんですか、ね、これでワンセット。あ、すごい。でデザインもすごくおしゃれだし、おしゃれですね。あんまりこうなんかこう感性がすごくあのちょっと違うなっていう。そうですね。だこう結構つけていると割と目立つというか、あの人何つけてるの、はい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 、いや見たこと、見たことないみたいな、ファッションの一部になってたってことですよね。まさにイヤホンもファッションだろう、はい、でこの商品の特徴、はい、私なりなんですけども、あの1個仕様としては IPX54 防塵防滴仕様になってます。まあ、さっきも言ったように、雨だとか汗だとか、はいはい、まあ、その辺は、問題なく、ご使用いただけます、はい、っていうのと、実際にちょっと物持ってきたんですけど、はい、あの使っててちょっと分かったのが、あのイヤーピース、ここのこれですね、イヤーピース、これが若干低反発になってるんですよ。こうなんていうの、ちょっとなんかスポンジっていうか、なんちょっと記憶するみたいな、はい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 、あ、本当だ。これによってあの耳につけるときにちょっと若干潰してつけて、中でふわで外れない、密着感が結構、それでね、その低い音、はいはい、ガンガン聞いたらもうそれはもう全然こうバーってこうなんか激しい動きをしても全然外れない。一見こう落としそうだなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういったことも私が使ってる限りはほぼないですね、っていうのが結構な特徴かなと。その、まあ、そりゃそうだろうって感じだと思うんですけど、はい、各社やっぱりその工夫してきますね。そうですね、すごい。そして公約こちらです。アリア2を買うと
ヘッドホンが1個ついてきます、これも同じくですね、あのフラット5っていうブランドのチャプター2という、ヘッドホンがついてきます。ついてくる、ついてきます。これが安くなるとかじゃなくて、ついてきます。ヘッドホンがついてくるってすごくないですか。安く買ったらヘッドホンついてくるって、だって、はい、だって普通の乗用車買ったら軽乗車だからついてくるみたいな、そういう感覚ですよ。だってイヤホン十分なのにさ、ヘッドホンまでついてきたら。そう、あのこれもあのメーカーさんご協力のもとご提供いただいてます。すごい。で投票していただければ、あの抽選で1名様に、ね、やつが当たります、はい、これは順位関係なく投票しただけで、はい、ご応募となります。それでヘッドホンついてますよね。それでそうですね、はい、いやーどれに投票するかね。以上3つ、いろんなこうなんていうんですかね、あの各商品特徴があって、はい、あの見た目ももちろん違いますし、うん、あの音の感じ方も違いますし、あのこの機会にあの投票していただいて1位になったものにちょっと買ってみようかなと思われた方は、そうですね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。投票期間はですね、この動画が上がってから、3月の17日、12時59分までが投票、はい、期間となります。で、3月の19日のミュージックの日のお昼12時から、1位に輝いたものが、公約が実現されますので、下の概要欄のリンクから、その結果が分かるようになってますので、ぜひ投票と結果をお待ちいただければと思います。はいはいはい、セールも19からスタートするっていう認識でいいですか。そうです。なるほど。だから19までが、まあ、だから17か、17までが投票期間、投票期間でちょっと開けてミュージックの日3月19日に一斉に、はい、わー楽しみと楽しみになります。なのでぜひぜひ皆さんキャンペーンにご参加いただいて、気になる投票結果が、はい、何なんですか。そのいわゆるワイヤレスイヤホン欲しい人が投票すると思うんですけど、うん、一体ワイヤレスイヤホン欲しい人は何に投票するのかすごい気になる。そうですね、あの投票するだけで、あのそれぞれあの1名様にそのワイヤレスイヤホンが当たりますので、はい、こんな機会はめったにないかと思いますので、ぜひ投票していただければと思います。見たらあの投票しに行っていただいて、はい、ぜひ下の概要欄から投票しに行ってください。はい、お願いします。はい、以上で、はい、ミュージックの日、ミュージック完全ワイヤレスイヤホン総選挙、はい、です。ぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。